皆さんこんにちは、ランタムです。僕は今ね、福岡県の米の山展望台っていうところに来てるんですけども、こちらはね、こんな感じの絶景スポットで、新日本三景の一つの夜景スポットとのことでね、こちらで車中泊をさせてもらおうかなというふうにもちょっと考えてはいたんですけども、トイレはねちょっと先にあったんですけども、それ鍵が閉まってたんで、ここでね車中泊してたら大変なことになってる場所だったんで、こちらでね車中泊しなくてよかったなというふうに思いました。はい。で、今日はね、3月の12日の日曜日で、実は福岡県に来た時に、金、土、日しか空いてないのお店もあるっていう風なね、感じのことを言わせてもらったと思うんですけども、そちらのお店の方が今日は空いてるんですよね。で、さらにはね、家の方でも、またね、やらないといけないことがあって、そろそろね、帰宅をしないといけないんで、今回は、福岡県のね、回ってなかった部分を、回って、さらにね、今日一泊する、もしくはね、明日帰る、みたいな格好で、ちょっとね、動画を撮らせてもらいたいなというふうに思います。はい。ということでね、まずは一箇所目の、米の山展望台の方にね、来れたんで、こちらはね、OK とさせていただいて、次の場所に早速移動しようと思うんですけども、お次は、ここからね、ほど近い場所にある、南蔵院、ごめんなさい、ちょっと漢字が読めないんですけども、こちらの第一番札所の方にね、ちょっと行ってみようと思うんですけども、こちらは実はですね、めちゃめちゃでかいネタ大仏様がね、いるところで、ちょっとね、面白いエピソードもあったりする場所ではありますんで、今からね、こちらの方を目指していってみたいなというふうに思います。はい。じゃあね、早速行ってみましょう。出発です。よし。行きましょう。はい。ここをね、左とかって言ってるんですけども、チェーンかかっててね、行けないんで、ちょっとね、遠回りですけども、迂回してね、行きたいと思います。っていうか、多分最初からその道しかないと思います。であとね、トイレはね、こちらにあったんですけども、夜間はね、使用できなかったんじゃないかと思うんで、こちらにね、車中泊目的で来なくてよかったなというふうに思いました。はい。梅が咲いてますね。すごい綺麗。はい、降りてきました。よいしょ。はい、ちょっと U ターンしてきました。よいしょ。よし、はい、到着です。よいしょ。よし、行きましょう。こちらですね。あのね、この辺はね、駐車場が少ないんで、今ね、有料のね、駐車場に停めさせてもらいました。2時間300円なんですけども、そちらのね、お店で、980円分以上のものを買ったら、300円返ってくるそうです。やりました。なんか鳴らしましたね。メロディーブリッジ。へえ。なんか鳴らす棒があるみたい。あの棒がいるね。よし。鳴らしてみましょう。どんな曲だろう。ん？なるほど。メダカの学校だ。よっしゃ。面白い。さあ。よし、こっちですね。すごい環境格多い。大仏様はね、この先ですね。あのね、めちゃめちゃ人がね、多いです。お土産屋さんもある。禁止事項がね、いろいろ書かれてます。半ズボンとか、ノースリーブとかダメ、タトゥーも禁止、ちゃんと隠してねと。で、踊ったり曲を流したりするのもダメで、ポケモン GO もダメです。なるほど。撮影は禁止やなみたいなね。
おとなしくね撮影させていただきましょう。この先のね量ですね。ちなみにね大仏様じゃなくてお釈迦様でした。釈迦涅槃像で書かれてますね。よし行ってみましょう。今ねこちらですね、現在地ここで、あれったらあちらの方で寝てるみたいですね。行ってみましょう。おーすごいトンネル。おーなんか知らんけど、へーこんなんあるんだ。お地蔵様のね2つのなんだろうかな、銅板みたいな部分で名前がね書かれてます。こんなランタイムとかでできるのかな、できるんだったらさせてもらいたいな。すっごっ。おお。こっちかな。よっしゃ。おお。よし。はい。到着です。すっごっ。わあ。はい。ということでね、お釈迦様ですね。寝たお釈迦様に到着です。こちらはね、日本最大でいいと思うんですけども、のお釈迦様の涅槃像で、実はですね、こちらの住職が、ジャンボ宝くじのね、1等に当選して、1億3000万円当たったんで、そのお金でね、こちらを作られたとのことでから、金運のね、神様としてから、すごく有名な場所で、僕もね、過去にはね、だいぶスクラッチを削らせてもらったんですけども、なかなかね、運がなかった当たれなかったんで、今回のこちらに来てからね、ご利益をもらいにね、来させてもらいました。はい。すっごい。ガンダムより大きいと思います。ということでね、ろうそくどこ打ってなかったのかな？あ、変わるかな？もしかしたら。ね、こちら出ました。白が供養のろうそくで、ピンクがね、祈願のろうそくとのことなんで、僕はね、いろいろお願いしたいんで、ろうそくとお線香をね、いただきたいと思います。よし。で、じゃあ行こうか。ここで。よし。OK。お線香はこっちですね。よし。OK。ろうそくはね、上からでした。よし。はい。じゃあ上の方立ててもらいましょう。よいしょ。よし。OK。よし。じゃあね。煩悩を捨ててね、お願いしたいと思います。宝くじが当たりますよ、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 宝くじが当たりますよ。よし。はい、清らかなね、心でお願いをしたんで、しっかりね、僕の気分が上がったんじゃないかと思います。にしてもね、この辺の像もすごいですね。あのね、指先まで掘られてるやつですよ、これ。すごっ。足の裏。すごっ。あ、涅槃像、お守り、これもいいな。どうやらね、こちらのね、おみくじを購入したら、羽がね、3個、もらえて、そうね、こちらから投げて、あの箱の中に入ったら、お土産をもらえそうです。素晴らしい。やってみましょう。はい。200円いただきますね。はい。800円のお返しと。はい、どうぞ。はい、はい、よいしょ。今日は3本のおまけでございます。ありがとうございます。まずはね、おみくじちょっと開けてみましょう。僕はね、今相当邪神を捨ててね、お願いをしたんで、かなりね、金運が上がっていいのが出てくるんじゃないかと思います。おあ、ね、中にはね、お釈迦様のね、このちっちゃいお守りが入ってました。おお、すごい。で、気になるおみくじはババンと。あ、やりました。小吉ですね。心をまことしやかに身を慎んで勉強すれば、草木の天の恵みの雨露をにて、雨露を得て栄えるごとく、次第に幸福が増して嬉しいことがあります。結構いい内容ですね。ああ、さすが。お釈迦様のご用があったなと思います。やった。よし、じゃあね、こちら投げさせてもらいましょう。欲張っちゃね、ダメなんで、大吉でいかしてもらいましょう。大吉狙いで。よっ。あ、なるほど。ワンバンで入ったらちょうどいいかもしれん。あら。よっ。
全然ダメダメでした。いや、なかなか難しかったです。この長いお線香ありました。これいいですね。これをあそこにパッと、こちらも刺しても大丈夫なんですね。あ、ですね、こちらもね、刺させてもらいましょう。これちょっとすごい、すいません、1本ください。はい、ありがとうございます。すごいのがあった。お菓子みたいに長い。よしよし、ということでね、いいものが見れたんで、そろそろね、車の方に戻りたいと思います。よし、ということでね、降りてきたんで、お土産をね、見せてもらいましょう。乾燥こんにゃくがね、カリカリ梅も売られてます。あのね、お土産売られてるんですけども、意外とどれもお安いですね。そのね、観光地の土産でも二回りぐらい安いです。あとね、これをいただきましょう。よし、はい、お願いします。こちらをお願いします。300円返金させていただきます。はい、ありがとうございます。はい、いいお土産がね、買いました。 OK ですね。チョコはね、みんな大好きなんで、みんなに喜ばれるお土産です。買えるは自分用。エビスタイ焼きを一つください。裏使いました。タイ焼きがね、裏だったんですけども、タイ焼きフルサイズじゃなくてから、このミニサイズだったんでね、買わせてもらいました。かわいい。よし、いただきます。うん、あんこたっぷり、めちゃめちゃ美味しいです。よし、ということでね、車に戻ってきたんで、早速ね、次の場所に移動しようと思うんですけども、次の場所がいよいよ金土日しか空いてないって言ってた場所で、ここからね、45分ぐらいで行けるそうなんですけども、その道中にね、2軒ほど寄ってみたいリサイクルショップさんもあるんで、そちらを先に回ってから、目的のね、お店の方にちょっと行ってみたいなというふうに思います。よし、ということでまずはね、リサイクルショップさんの方行ってみたいと思います。出発。よし、よし、行きましょう。ほうでもね、すごいですよね。あの、お釈迦様の像でから、こんなにね、たくさん参拝の方がね、来られるんで、すごい経済効果だと思います。暑い。はい、見えてみました。こちらですね。すみません。はい、到着でーす。よいしょ。はい、こちらはね、福岡県の総合リサイクルショップのレインボーファクトリーさんですね。こちらはね、いろんな家電が揃ってそうなお店ではありますんで、ちょっとね、観光の方をね、楽しんでいきたいと思います。行ってきます。よし、はい、観光してきました。あのね、中はね、本当にいろんな種類のものがあってから、見たことがないようなね、調理器具もたくさんあって、めちゃめちゃ楽しかったです。でもね、ちょっと今回はね、観光までにさせていただきました。よし、ということでね、また移動しましょう。次もね、リサイクルショップ行きます。出発です。なんだろう、なんかめちゃめちゃでかい水車が見えますね、左側に。こうかな、なんだろう、うどん屋さん、すごいな。やっぱりなんですけども、うどん屋さんが多いんですよね、異常に。なんでだろう。はい、はい、到着です。はい、ということで、ね、セカンドスリート直方店さんの方にね、到着ですね。セカンドスリートさんはね、安定の品揃えだと思いますんで、ちょっとね、行ってから観光の方をね、楽しんでいきたい、見たいと思います。行ってきます。よし、はい、観光してきました。はい、あのね、やっぱりね、こちらは調理家電とかね、すごく多くてから、僕が使ってるね、ノンフライヤーなんかも
安かったりとか、あと普通の電気フライもあってから、それもねすごく安くて、ああ欲しいなと思ったんですけども、気持ち的にはダイエットを志してるんで、フライヤー買ったらね揚げ物たくさん食べちゃうような気がしたんで、今回はねちょっと我慢させていただきました。ということで、もう一軒リサイクルショップ行ってみましょう。ここ下側降りていきますね。キャンプとかねバーベキューができる場所になってますね。すごっ。はい、到着です。こちらですね、リサイクルマートさんです。よし。はい、ということで、リサイクルマート直方センターの方にね到着しました。でこちらもねいいものがたくさん売られてると思いますんでね、ちょっとね早速行ってからね観光の方を楽しんでいきたいと思います。行ってきます。よいしょ。はい、ちょっとねいいもの買ってきました。一旦車戻ります。はい、ということで、ね、リサイクルマートさん観光してきました。そしたらね中ねめちゃめちゃ家電が熱いお店で、からテレビもエアコンも冷蔵庫も炊飯器もみたいな感じから、いろんなね家電がすごい揃っててから、どれもね状態すごく良かったです。で、あれもいいなこれもいいなと思って見てましたら、これですね DC12V のね支え炊飯器があったんですけども、どう見てもタケルくんの OEM 品なんですよね。でこれがね税込み3300円とかでね今売られてたんで、タケルくんのねほぼ半額だったんで、ここにねさせていただきました。はい、ですので、ね、いいお土産がね買えました。よし、ということでね、リサイクルショップはねこの辺にしてから、いよいよね行ってた金土日しかね空いてないお店の方にね観光の方をね敷いてみたいと思います。はい、じゃあね行きましょう。じゃあねここから3キロぐらいで8分ほどで到着します。見えてきました。ちょっと見えました。こちらですね。はい、到着です。うわ、車いっぱいだな。止めれるかな。あ、K って書いてあるね。はい、到着です。はい、到着です。こちらはね。なおかたガンダびっくりしたんですね。こちらに書いてるように毎週金土日の朝9時から19時までっていうね1週間のうち3日間しか開いてないお店で、肉や魚や野菜がね品揃え豊富に売られてるんですけども、中がねお祭り会場みたいな感じになってる場所ではありますんで、ちょっとねもう早速ね行って観光とお買い物とお食事をね楽しみにね行ってみたいと思います。すごいな、なんか動いてますねこれ。ああこのセンスは素晴らしいな。よし、行ってみましょう。おー、なんだろう、商店街みたいになってますね、中。こちらね、生活雑貨や衣類品も売られてますね。もう順番に見ていきましょう。よいしょ、はい、お邪魔します。リサイクルショップか雑貨屋さんかってな感じですね。あのねカセットガス売られてるんですけども、アイボンベ3缶で330円ですよ。これめちゃめちゃ安いです。お鍋も安い。へー、これください。700円ですね。はい、いいの買いました。やった。ちょっとねいきなりですけども、ミニオンズのねステッカー、これね一番くじの分でから1回500円の分の景品なんですけども、4セットで、ね、700円だったので、早速ねちょっと購入させていただきました。これ僕のお土産です。よし、当然行きましょう。でかい象もいますね。わー、帽子もらってます。へー、これもねアジアン雑貨屋さんですかね、八百屋さんですね。これすごい、トマト真っ赤ですね。美味しそうに売れてる。柑橘系もたくさん売られてます。さすがにねこちらの方は甘おいちごがね売られてます。わー、粒が大きくて美味しそう。明太子屋さんもある。五平餅もらえてますね。冷蔵で10日間、冷凍で60日間。へえ、持って帰れるなこれ。わらび餅ももらえてます。あのねこちらもね、このメインストリートを右と左に分けてから、こちらがお肉館で、あちらがねお魚館になってるみたいです。おー、じゃあちょっとまずねメインストリートから歩いていきましょう。今日で日曜日なんですけども、土曜日は朝市をされてるみたいですね。
2時間限定。お茶屋さん。こちらはね、果物屋さんですね。バナナ、この一房で100円です。1本25円ですね。安っ。花柄雑貨のお店。奥の方にはね、お店もありますね。ネギ焼き売られてるみたいです。ネギ焼き。回転焼きの店もあります。パン屋さんもありますね。洋菓子屋さんとか。こちらもね、八百屋さんですね。お米屋さんもありますね。ちなみに、ね、九州ではね、この旨味調味料が味の素じゃなくて、胃の一番っていうのがね、めちゃくちゃ売られてます。へー。この売り方を初めて見たな。1号で売ってくれるらしいです。パンめちゃくちゃ美味しそうですね。おー。これ可愛いですね。ペアコロネ。コロネパンのね、2種類が1個になってます。こちらね、1ついただきましょう。これください。はい、ありがとうございます。美味しそうなパンゲットです。で、子供がね、遊べる、ゲームコーナーもありますね。へー。こちらはね、ソフトクリーム屋さんなんですけども、1つ100円とからしいです。安っ。だからね、めちゃめちゃ行列つけてます。あれ、あのね、僕ね、出てきてしまいましたね。これ、こっち側にね、P1 とか P2 とか書かれてるんで、こっちが本来の駐車場ですね。あ、僕、裏側から入ってきたんだ。気づきませんでした。はい、外にね、出てきました。こちらですね。すごいガリバーですかね、これは。とりあえずね、お客さんがめちゃくちゃ多いです。ということで、ね、ちょっとパッと見たんで、今度はね、お肉館の方に行ってみましょう。お肉もすごい安いらしいんで、行かせていただきましょう。おー、すごっ。このワンフラー、これずっとね、めちゃくちゃ広いんですけども、ここ全部お肉屋さんみたいです。うわー、あのね、いろんなお肉が売られてるんですけども、確かに安いですね、これは。おお、あーすごい。とりあえずね、お肉の値段もさることながら種類がすごいですね。これ一個一個はね、大きくてさらに安いです。豚肩ロースしゃぶしゃぶ用がこれ500円とかですよ。安っ。あのね、素晴らしいものが売ってました。二郎系のね、チャーシューの多分元ですね。これね、僕も友達大好きなんで、僕も友達用にお土産買ってきましょう。で、こっちはね、牛肉コーナーなんですけども、こっちもね、ハラミこんなでっかい分焼いてますよ。自分で切って食べたらハラミ焼き放題です。うわー、わかりますかね、めちゃくちゃ大きいです。手よりも大きい。焼肉用のね、お肉も売られてるんですけども、お肉すごい厚切り。こっちはね、和牛って書いてますけども、すごく美味しそうな肉ですね、これ。九州旅ね、ここから始めればよかったですね。野菜巻き。美味しそう。で、こちらはね、ホルモンの量り売りらしいです。すごいなぁ。すごい、ミックスホルモンめちゃくちゃ新鮮で美味しそう。和牛になります。和牛のやつ。わぁ。あのね、九州来られた方はね、まずこちらのお店寄ってから、買い物してからね、旅される方が絶対いいです。すごい。売られてない部位がないぐらいです。これ、鶏肉もね、売られてます。あのね、とりあえず、鶏も安いですね。メガハンバーグってのが売られてるんですけども、これはね、ハンバーグってレベル超えてますね、これは。赤ちゃんの頭の大きさぐらいあるのにから、799円。ミンチ肉もね、量がね、すごいたくさんあります。で、お肉以外にもね、いろんな土地の食べ物なんかも売られたりして、すごいですね。あ、お惣菜コーナーありますね。お弁当も売られてますね。お弁当ね、酢豚弁当350円。牛カルビ弁当なんか、お肉もりもりなのにから450円です。カレー350円に、カツカレー450円です。量がめちゃめちゃあって、カレーも美味しそうなのにからすごい安いです。あ、これもいいですね。手作り豚ロースカツ。で、これ食べたことないんでね、これ買いたいですね。カニと豆腐のふんわり天。180円。美味しそう。鶏肝の甘露煮。お店で作ってるやつです。はい、ね、おにぎりコーナーがあったんですけども、すごいの売られてますね、これは。びっくりおにぎりっていうやつらしいんですけども、大きさはね、携帯サイズです。3辺をね、携帯の幅で揃えたような大きさになってます。うわー。
でこっちの明太おにぎりなんかはね、明太子たっぷり入ってるからこれで100円ですからね、安い。そうですね、これ美味しそうですね。びっくりおにぎりですね。この明太鮭おかかっていうのをね、いただきましょう。3種類具が入ってるらしいです。大きい。はい、せっかくなんでね、これ一つ買わせてもらいましょう。1個1000円です。わー、すごい。よし、じゃあね、この辺買わせていただきましょう。はい、はい、ね、2413円買い物させてもらいました。よし、ということでね、しっかり買ったんですけども、一旦ね、こちらは車の冷蔵庫の方にね、ちょっとしまっておきたいと思います。ちょっと雨降ったみたいですね。よいしょ、ちょっとお腹空いたんで、ね、つまみ食いします。カツ、おいしい。うん、で、お魚コーナーにね、まだ行ってないんですけども、お腹が空いたんでね、ちょっと中にね、フードコートみたいなところがあったんで、そちら先にちょっと覗きに行ってみたいと思います。こちらですね、びっくり食堂ですね。中でね、お食事できるみたいなんで、ちょっと行ってみたいと思います。ビビンバ専門店、豚骨ラーメン400円、ラーメンとミニカレーで600円、カツカレー500円、牛カルビ丼350円にキムチご飯200円。ご飯が安い。釜揚げ豚足というのもあるみたいです。1本150円で、こちらがね、お魚コーナーなんですけども、お魚コーナーとお惣菜屋さんが一緒に、ね、なってるみたいです。美味しそう。唐揚げも美味しそう。ここお寿司屋さんですね。すごい、信じられないなお寿司が売られてる。すごい、ラップ寿司屋さん。1貫48円、マグロにアナゴにサーモン、エビも、すごい、牡蠣も売られてますね。これはすごいな。この辺のね、ザルに入ってる分はどれもね、1つ100円です。わー、殻付き牡蠣500円、生食牡蠣1000円。よし、ちょっとね、こちらの串焼き屋さんコーナーの方でね、お買い物させてもらったと思います。これちょっと多分持っていいよね。よいしょ、でっかい。1個250円、焼き鳥っていうのかな、この串に刺さってる分はね、どれも1本139円らしいです。すごいな。うなぎの肝、あ、ぼんじりがある。ぼんじり向こうでね、ずっと焼かれてます。すごい。イカか、鶏皮は来ないか。せせりがありました。首の部分ですね。で、ホルモンに鶏皮、鶏の身、海鮮分あるんですね。ぶどう飴といちご飴で各280円。無事ゲットです。よし、ちょっとね、お腹が空いたんで、こちらで、ね、いただきましょう。量がね、どれも多そうではありますんで、どうしようかな。カレーと豚足にさせてもらいましょう。カレーと豚足。よいしょ、はい、お願いします。豚足とカレーですね。はい、はい、カレーは番号でします。豚足だけ出します。はい、はい、ポン酢と一味、ポン酢、一味。はい、できました。よいしょ、どこ空いてるかな。どこ行かせてもらいましょう。よし、呼ばれました。よし、スプーン、よし、名物カレーと豚足来たんでね、こちらいただきたいと思います。いただきます。まずはカレー。おー、おいしいです、うん、で、お次は豚足いただきましょう。
もちもちのプルプル、美味しい。美味しい。唐揚げいただきましょう。結構ね、まだね、温かいです。うん、大きくてね、柔らかい。美味しい。よし、ということで、しっかり食べて、もう満腹です。ごちそうさまでした。こちらをね、持って帰りましょう。あれ、これよかったかな？大丈夫ですか？はい、ごちそうさまでした。はい、ということで、食べ終わったらね、もう3時半になりました。ですからね、2時間以上今滞在してますね。あのね、楽しい場所なんでね、思わず長居してしまいました。でもね、たくさんいろんなものが買えてから美味しい食べ物食べれたので大満足です。よしよし、はい、ただいま、はい、ということで車に戻ってきたら、もう3時半でした。ですんで中でね、2時間以上もうゆっくりね、お買い物楽しませてもらったという過去ですね。で、実はですね、僕、もうちょっとね、回ってないところがあるんで、こちらの方でね、もう一泊してから、岡山に帰ろうかなというふうに思ったんですけども、実はですね、僕は一般道じゃなくて、フェリーで帰ろうと思ってるんですよね。で、フェリーの出港は毎日あるはずだったんですけども、実はね、今日出港したら、明日は出ないらしくて、月曜日の夜フェリーは出ないんですよね。ですんで、どうしてもね、今日の晩のフェリーに乗らないといけないんですけども、もう一箇所だけね、どうしても行ってみたかった場所があったんで、そちらをね、巡って最後の観光にね、したいなというふうに思います。はい、で行きたい場所は北九州市立命の旅博物館で、こちらはね、恐竜とか仁王像とかいろんなものがね、見える場所ではありますんで、フェリーのね、時間に限りがあるんで、滞在時間は短いんですけども、どうしてもね、行ってみたかったんで、今からね、車でこちらの方行ってみたいなというふうに思います。ちなみにルートはこんな感じで、 18km で22分で行けるそうです。ということで、最後の観光地に向けて出発です。よっしゃ、はい、はい、ということでね、本当にね、びっくりしたん、すごい楽しかったです。で、僕はね、今回わざと金土日を抜けて福岡入りをしてたんですけども、ね、正直なところ、逆に金曜日ぐらいにね、入って一番最初にね、びっくりしたの方寄らせてもらえばね、よかったなというふうに思いました。ですね、皆様九州入りされた際にはね、一番にね、ビッグイチさん寄ってから、あちらで食材買ってね、車中泊スポットに移動するというのをね、もう強くお勧めさせていただきたいなというふうに思います。はい、時間がないんでね、少しでも早いね、有料道路の方を通って移動してます。よし、行きましょう。北九州命の旅博物館ですね。よし、雨がね、急に土砂降りになりました。よし、はい、ということで、ね、こちらがね、北九州命の旅博物館ですね。基本的にね、撮影 OK みたいですね。やりました。よし、じゃあね、行ってみましょう。よし、はい、ね、今ね、16時に到着したんですけども、17時までなんで、あと1時間しかないんでね。よし、はい、おお、剣とお金をお取りください。 OK、 はい、はい、ということで、こちらがね、常設展ですね。中はね、撮影可能なんですけども、閉館時間が17時なんで、あとね、1時間しかないんで、とりあえずね、しっかり時間の許す限りね、見ていきたいと思います。行きましょう。こっちからかな。ああ、なるほど。
地球の作り方みたいなやつですね。おお、鉱石たくさん。こういうのもね、ものすごい好きなんですけどもね、ゆっくり見るしかないっていう。立派な標本ばかりです。博物館レベルですね。隕石のね展示があります。これはね隕石だそうです。おお、鉄の塊です。多分ね多くの方がそうであるように、石にはねそう興味がないと思いますんで、もうね恐竜の方行きましょう。おお、すごい。これはね昔の魚みたいな恐竜です。蛇と魚が合わさったようなやつですね。全身に鱗があるような感じです。こちらがね、時代を追ってますね。三葉虫とかの化石があって、めちゃめちゃでっかいね、化石です。オルサカンサスっていう生物のものらしいです。シーラカンスによく似てるような感じですね。しかもねここのね化石はそれもこれもなんだろう、展示のねデザインがすごくいいですね。どれもね博物館レベルです。大きさがね伝わらないと思うんですけども、どれもね大きいです。トンボはね実際の大きさはこれぐらいあります。これまたすごい化石の掘り方してますね。すごいな、真横に寝てた分をこうやって掘り出したんですかね。うわー、ロマンあるなー。でこちらがね化石の展示のコーナーですね。でっかいです。うわー、すごいな。ティラノサウルスにブロントサウルス、すごっ、ド迫力。めちゃめちゃたくさんのね恐竜の化石が展示されてます。うわー、大きいな。このね一番でっかいブロントサウルスかなの化石がね立ってる状態なのがすごいです。化石がねすごい綺麗な状態です。ティラノサウルス、トリケラトプス、首長竜も展示されてます。あのね男の子にはねこれたまらない空間ですね。いっぺんね北海道でねあのこのアンモナイトとかの博物館見に行ったんですけども、それの比ではないですね。これはすごい。有名なねメガロドンのね顎です。最大のサメですね。普通のサメのね体積比で言ったら10倍ぐらいあります。でさっきの時から少しね時代が進んだのがこちらですね。ちょっとね恐竜のサイズがね一回り小さくなってますね。だからマンモスもね乗れそうなサイズです。いやこれなんでしょう、初めて見た。なんだこりゃ。あのねこちらもね絶滅したオオナメクの化石らしいです。すごいな、大きすぎでしょ。手なんかもねめちゃめちゃ大きいです。これかっこいいな。こちらクジラですかね。すごいのがいます。こちらはね結構新しい時代の生物ですかね。多分ですけどもカバにゾウにキリンにクジラかなだと思います。恐竜ロボットがね動いてくれるそうなんで、ちょっと見に行ってみたいと思います。この上空を飛んでいるのは翼竜ズンガリプテルスです。続きまして皆様の左側崖の上にいる大きな肉食恐竜はワキノサトウ竜です。おや、前から何かがこちらにやってくるようです。ベロキラプトルの右にいるのが同じく羽毛恐竜ディロングです。すごかった。恐竜絶滅ではなくて過去にね火山が噴火したというお話でした。おお、化石発掘エリア、インディージョーンズかな。福
原の過程で発掘のシーンだそうです。へえ。で、調査や研究のシーンなんですけども、すごい古い Mac とね、 CD ドライブの付いてないようなパソコンを使ってます。古生代ハマグリの群青ですね。よし、2回目ねあるみたいなんで、ちょっと登らせてもらいましょう。ここすごいな本当に。こちらはね、自然湿度温度のことです。あー、なるほど。もう現代というか化石等はね関係ないみたいですね。ちなみにね、マンボウもいました。でっか。はい、ということでね、化石コーナーしっかり目指してもらったんで、まだね違うフロアに行こうかなというふうに思ったんですけども、もうそろそろ閉館の時間が来てしまって、ね、5時になったらね、中心の出口がめちゃめちゃ混むっていうふうにねアナウンスが今あったんで、もうねこの辺でとりあえず満足しておいてから、博物館の方をね後にさせていただきたいと思います。短い時間でしたけどもね、いいものが見れてよかったです。さすが九州だな本当に。おお、土砂降り。車に戻りましょう。あ、大渋滞だ。はい、ということで、ね、車持ってきました。観光楽しかったです。で、現在時刻がね4時50分で、フェリー乗り場までは30分ぐらいで行けるんですけども、雨も降ってるしね、時間もかかりそうなんで、今からねもうそちらの方向かって移動したいというふうに思います。はい、ということでね、行きましょう。ただいま40分を発表しています。よし、到着です。はい、ということでね、阪急フェリー新門司港神戸北ターミナルの方にね到着です。で、もうね5時40分になっちゃったんで、先にね、チケットの方だけ買いに行ってくれたいと思います。こちらは乗船券ですね、133。よし、はい、ということでね、無事チケットをね購入できました。結局ね16,600円だったんですけども、全国旅行支援で2割引き、さらにね2,000円のクーポンがもらえたんで、実質的にはね11,280円でフェリーにね乗ることができるようになりました。よかったです。はい、というわけで、ね、今回は福岡、壱岐島、対馬、佐賀県という感じで、ね、回って旅をしてきたんですけども、正直なところね、福岡県はね回る場所が多すぎたんで、1万円縛りとかにしたらね楽しみきることができなかったんで、その点がね、ちょっと残念だったなというふうに思いました。ですんで、逆にね、福岡県だったらね、日数縛りとかをした方がね、良かったんじゃないかなというふうに思いました。で、あとね、車の方なんですけども、最終的にね、冷蔵庫は絶好調で、ガンガンにね、冷えてくれてから、こちらはね、問題なかったのと、あと、ポータブル電源をね、DC 出力で使ってたんで、本当に全然減らずに、逆にね、電源1個でもよかったかなとかっていうレベルで、今回電気使いませんでした。で、斜めの径もね、トラブルはあったものの、島にもね、連れていくことができて、すごく楽しかったんで、またね、和歌山に帰ったら、ちょっとね、少し時間を空けてから、旅行の方にね、出てみたいと思いますんで、皆様よかったらね、そちらの方も見ていてください。ということでね、福岡から岡山に帰るというね、旅はこの辺にして、フェリー乗ってね、神戸まで帰って、そこからね、岡山にゆっくり帰ってみたいなというふうに思います。ということで、今回この辺で、ご視聴ありがとうございました。すごく楽しかったです。